ね、よりのさん、はい、このライブの衣装やばいよ。あとイケメンのスタイリストなんですよ、はいはい、イケメン好きでしょ。イケメンしか好きじゃない。マジっすか。イケメンの独身最高じゃないですか。スイカンズのが出来上がります。今回作っていただいて、かわいい。じゃん、あ、かわいい、かわいい、かわいい、すごスカート、あら、生地もちゃんとして、え、かわいい。結構ダメージな感じを入れていまして、おお、はい、とても良いと思います。バッチリじゃないですか。もうすごいね。かわいい。これ自分で書いたんですか。デザインは書いて、ちょっとあとは版を起こして自分で吸いました。すごい。感謝してよ、感謝。頑張りました。すごい。じゃ早速、はい、着てみますか。はい、着ます。着させていただきます。着るシーンは一応撮っときますね。タラリラリラ。確かに可愛い。可愛い。これコンセプトというか、沼さん的なこういう感じだよみたいな、こういう風にしたよみたいな、ここポイントよみたいな。やっぱまずグラフィックですかね。グラフィック、柄を作りまして、全部文字はリノリノになってるんですよ。確かに全部リノリノになってて、であとモチーフとしてはハートと、はい、ダイヤと、はい、あと、リボンが、リボンがありますね、どっかにあるかな。あ、そう、リボンがあって、ほうほうほう。で結構まあ文字とか力強めな感じなんですけど、うん、このアイコンでちょっと可愛らしさと、うんうん、で曲とかもまあ全部聴かせてもらったんですけど、でも可愛らしさと力強さみたいなのがあるかなと思って、うん、なんかインタビューとかも読ませて、ありがとうございます。なんかそういうのをちょっと柄で表現してみて、はい、で白を基調みたいな感じっていうふうにおっしゃったんで、それを白いデザインと、まあ、ちょっと遊びでチェックと入れてみて、で随所にちょっとダメージ加工を入れてるのがポイントですかね、うん、はい、これって素晴らしい。髪型とか靴とかなんかちょっとしたアクセサリーとかってなんか自由なんですか、なんかあるんですか。あ、その辺をちょっと今日話せたらな。あ、そうですよね、はい、あ、じゃあ一回着てみますか。はい、着ます。じゃあ感想一言。嬉しい。リノリノチャンネル。カニといえば一里、和食どころ一里、リノリノも大好きなカニ、そして一里、一流の味を知る一里、一流の味を知るリノリノの一流の友達紹介。今日なんすか、友達と。友達とこんな時間に。プライベートだから。あ、初めて友達紹介されましたよ、リノリノさん。すいません。今ね、今なんすか、なんすか、なんすか、ね、見てエビ、エビ生きてんすか、それ。生きてるよ。今血がこっち行って、おおお、これどうやって食べるんですか。これはお友達が食べたいって言うとりますけど、醤油をちょっとつけて、はいはいはい、このままいきます。え、踊ってる。これが本当の売り食い。踊ってますね。お友達がもう一人いらっしゃいましたけど。おかえり、うん、もういいっすか。今いいとこだよ、うん、あ、リノリノさん何やってんすか。今日は友達と朝まで飲むんです、はい、そうなんすか、はい、私は帰りますけど。友達のライブに行き、その友達じゃない友達と飲むって感じですね、はいはい、今日いっぱい友達と会えた日なんで。なるほど。ダイエットする気ないじゃないですか。あるあるある、痩せるから。これ映像で出しますよ。やめて。食べて大丈夫です。美人、美人2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 人、かわいい、かわいい。のりのちゃん全然飲んでない。怖い、怖い、怖い。あなたの友達6年生いませんね。
じゃあ紹介してください。この方何さんですか。このアップルウォッチが似合ってるから。アップルウォッチ、はい、マイメロ派なんですよね。私は黒み派なんですけど、バンギャ、バンギャっぽいですよ。バンギャっぽい。髪ピンクだしね。バンギャス。多分バンギャです。バンギャス。ただのバンギャです。バンギャス。はい。はい。以上で死ねばいいのにって怒るって感じです。怒んない、怒んない。でも、インソフトは言えないです。言ってみて。言えない、言えない。言ってみてください。え、言えない。やっぱ友達だからね。このボーダーの方は若干私の服かぶってるんですけど。今日ボーダーだもんね。ボーダー。テルクでしょ。はい。ちょっと。妻かなと思います。酒飲みますね、この二人。飲みますよ。はい。もうすぐなくなるんで。最低ですね。はいはい。美味しい。美味しい。食べる。美味しそう。何でもセキララに。おお。じゃあ中行きましょうか。いいじゃないですか。ちょっと かっこよさもあるね。ね。うん、かっこよさもある。ね。後ろ向いてもらっていいですか。髪の毛ちょっと全部背中にすると、レディース感ありますね。むちゃくちゃレディース感ある。ちょ、もう一回。誰が暴走する。もう一回もらって。わ、むちゃくちゃレディース感あるわ。バックスタイル結構、うん、なんか可愛いよりかっこいい感じですね。確かに。着るといいんじゃないですか。めちゃくちゃレディースっていうこと。レディースだもん。それタバコ吸ってもらっていいですか、ちょっと。結んだら確実にレディース感出てる。結んだ方が出るね。出る、めっちゃ出てる。結んだ方が出る。めっちゃ深夜のコンビニ。誰がヤンキーじゃん。ヤンキーでしょ。なんか髪をちょっと可愛くするとかなんか。全然下ろしても悪くないけど、うん、今日から俺は感あるよ。ライブ始まってさ、開けた瞬間さ、みんな思うのかな。うん。ベティ好きだな。いや、いいと、めちゃくちゃいいと思う。ちょっと一個いいかなと思ったのが、はい、ボタンを、はい、あの掛け違えっていう色を作って、はい、なるほど。左を一個ずつ上かな。あ、なんで三つ目の、うん、左の三つ目の穴を右の二個目のボタンに通す。あ、なるほど。一個目これか。あ、その一個。一個目。あ、これか。何そのおしゃれな着方。沼オリジナル。え、むちゃくちゃいいと思う。かっこいい。うん。うん、なんかこの感じがいいかなと思って。リノリノチャンネル。はい。よかったですね。じゃあ本番楽しみにしましょう。はい、楽しみでございます。あと何キロ痩せるんですか。体重じゃなくて見た目を痩せます。いろいろあるから最近鍛えて、はい、筋肉量と脂肪量といろいろあるんだよ、はい、チャンネル登録よろしくね。